はいどうもお疲れ様でございます。XRP の価格ですけども、現在3月22日になりまして、60円を突破しました。急騰しましたね。やっぱりいいタイミングで買ったなと思います。私の場合は50円前後で買うのが吉ちだというふうに、しばらくの間申し上げてきました。で、これからね、訴訟が明けて、おそらく XRP は無罪方面ということになると思います。その見通しが強いんで、このまんま、 期待とともに買われる流れが加速するんではないかなと思いますで前回の高値っていうのはねえっと例えば1年で見ていただくとほらとここまで来てるわけですよ、100円とかねでここら辺でも一旦80円近くまでつけてますでこの辺りまでは戻るんじゃないかなと思いますしもっと言ったらですねもっともっと高い時があったんですよ400円ぐらいの時がだからここまでバスーンとね、うん、伸びるポテンシャルはあるんですよ ただ、ここまで、なんか、行くかどうかっていうのはね、それは誰にもわかりませんし、適当な理屈を詰め込んで、ここまで行くんだっていうつもりはありませんけども、一応ね、400円になることを、私はね、あの、ほんと、夢見て、エクサルーの大量固有に走ってるかなっていうところですね。はい、それでですね、えー、別に今決済しても全然私としてはいいんですけども、あの、 購入金額が大きいわけですからね。やっぱりこ,ここでね、なんか10万買ったとかね、100万買ったとかだったらあんま美味しくないんですよ。エクサピード家でも。だから暗号通貨のあの、ICO ブームの時じゃないですから。ICO なんてのは今結局インチキだったんですけどね。あの時は10万買っても1000万とかね、100万買って1億みたいな、まあそんなことがあったわけですけども、もう今はもう本当に、 価格の上げ下げだけなんで、すごく儲かりますよってことじゃなくって、あの、もう投入金額ですよね。だからここまでコツコツとお金を貯めてこれた人には、ものすごいボーナスタイムになりますし、結局持ち金がないよって人は、あの、暗号通貨買うのですらもう今リスクに感じれてるはずなんですよ。だから余剰資金をどれだけ積み込んできたかっていうことが全てですから、お金のない方は無理してね、やらない方がいいと思います。手間がかかって、 結局利益出しても課税されてその課税に対して納税する手間とか考えたら割に合わないと思いますんでねやっぱりこう500万前後とかね持ってる方がやれば美味しいんじゃないかなと思いますけどもうーんあんまり金額少ないとねただ儲かったという体験をするだけになっちゃうなというところはありますね。うん、特にあの単価が高いやつがもう並んでますからね。あの まあまあいいですか。ビットコインは結構また上がりましたね。私350円で手放したのちょっと後悔してます。まあ、イーサリアムがまだかなり玉を持ってますんで、イーサリアムもね、一旦40万とか突破してくれたんで、これが、私はイーサリアムは100万ぐらいまでは行くんではないかなと思って、これも根拠はないんですけども、自分の気持ちだけでね、100万ぐらい行くんじゃないかなと思ってましたけども。あの、暗号通貨の価格目標には根拠ありませんからね。それっぽいことは私全く言わないでしょ。うん。わかんないですよ、こんなの。 わ <laughs> かる人がいたらちょっと気をつけた方がいいですよ。わかんないんで。暗号通貨の価格なんて。それこそね、通貨の価格なんてね、まずは長い歴史がないとわかんないんですよ。あとは通貨として通用しているかどうかって問題も大きいです。結局これだけを暗号通貨って呼んでますけども、暗号資産か。資産に計上できないでしょ、こんなの。いきなりゼロになるかもしれない。誰もその存在を保証しないもんですから。 だから10秒後に0になる可能性があるものを資産計上する暗号資産という呼び方も結構危険だと思いますよね。これあぶくですよ、もう完全に。<laughs> 私はそういうふうに思って結構気楽に構えてますけども、皆様いかがでしょうか。はい、じゃあ今回は以上ですね。XRP60 円突破しましたけども、まだまだ上がってほしいなと思います。はい、お疲れ様です。